花が詰まってる。姿を隠すもの。まずそう。やばい。いや、使えへん。ここで帰るかな。帰る。よいし。勝ったら動画化で。ええな、これ上でフラスコか、これ。どうしよっかな。いやでも見た目マジかっこええわ。なんか武器重そうなんやけど大丈夫かな。もう使いすぎじゃない？なんか6個分くらい使ってないそれ。2個分一気に使ってないそれ。うわー、分かったのにー。あ、やっぱ使っちゃったのかな一気に。なんかそんな感じするな。通電前に一人は普通に行けば行けるはずではある。応援団の神秘が上がらんと思うねんな。薬局ゲージが来るから7割やったな。ふちゃったまだない。上がるかな、さすがに。ですよね。これね、一旦オフェンス行こうかな。ワンチャン勝ちを狙うなら。
ビビー。よいしょ。よいしょ。うん、開きました。見に行ってくれるん、ありがとう。じゃ一緒にやろう、マジで。ワンチャン優勝あるから。マジで。おい、一瞬回したね。大体の位置分かったよ、これ。わかるわけがない。僕焼き入れ持ってくるの忘れたわ。そんな簡単に3発殴ってくれるんだ。オッケー。おいおいおい、早すぎやろ。矢印回してから来るわ。アイテムなくなったの、おいしい。で、とりあえず釣れるから、こっからやな。野人がもう一回来るのか。え？ここ回すの？誰が来るんや、じゃあこれ。ジュジュー。いや、攻めたー。順序コーヒー攻めました、これ。完全に。あぶねー。触るタイミングわからんかったけど、攻めました。オッケーオッケー。弁護士が新規で小山を走り始めたから、ここね、2回目の騎乗なんで、いけるいける。上がりません。弁護士といえどさすがに上がりません。それも絶対間に合いません。これ待っときましょう。
たエイミンチョピエロ出せるようになりたい。ピエロ1位取りて。あれーい。鹿がないのか。うまいな。うまいけどちょっと伸ばされる可能性あったから僕もね、もう負けたくないんですで無傷か。今このボール今の4分の1ぐらいよな残量。うら止めていくぜ。いやーやるね弁護士の方に寄せますか。この真ん中にいそう、しかったな。移動されたわ。
マジかいや、オフェンス右から行ってるのは分かってるけど瞬間移動貯めたいんで行きます。ボールめっちゃ残ってるんやな。半分以上残ってんちゃうか。マジか。もうないや。勝ち盤面作ってるよ。今オフェンスの姿も見えたな。さすがに即開けやから間に合わへんかな。見たかじゃ。バカだ。危ねえ。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で。バイバーイ。